さあ、まあ今週は我々お笑いの人間はね、はい、まあ受け止められない、ことがね起こってしまったんで、ただまあ受け止めてあげなきゃ、竜兵がかわいそうやからな、受け止めてあげなしゃあないねんけども、まあとりあえず、そういうことになって、ちょっと我々、まあ庄司はあまり竜兵とはあんまり絡んだことがないんですよね。ダチョウとは。なあ、考えた庄司と竜兵が絡んでるのも見たことないなと思いつつ、はい、私はもうね、よく番組にゲストに来てくれて、真面目な男やがいつも緊張しながら一生懸命、やってくれて、まあ、いつも廊下で大体会うと、俺と3人で、いやーっていう挨拶をして、こんな向こうが近づいてきて、お参りしましょう、お参りしましょう、言って、股間に3人がひざまずいて、俺の股間に柏手を、で2回打って、ブラックデビルって言うんですよ。ほんなら俺が、ウェッって言うのがもう、決まりで。いろんな人に、いろんなこう、ファンコーナーを。ファンコーナーちゃんは、これはもう挨拶や。ダチョウと俺の挨拶はもうそうって決まってたんでね。そうなってしまって。まあまあ、あいつとはいろいろ、まあ思い出もあるんで、ちょっと答えた。さすがの俺も、ちょっとうんっていう。まあまあ、受け止められないけど、受け止めてあげなきゃ、竜兵もかわいそうやしね、どんなことあったか、おいら分からへんから、もう後輩の芸人としては、もう、ものすごい好きな芸人なんですよ。後輩も可愛がってましたしね、なんか竜兵会って作って。あれも、あのね、さんまさんが吉本の若手を連れてやってるんで、竜兵が会う、太田プロもそうしようと、俺が、さんまさんになって、若手を集めて悩みを聞いてあげてアドバイスしてあげるっていうので、竜兵会というのを始めたらしいんですけど、土田情報によるとね、だから、いつも悩み歌ったら言えよと、酒を飲みながら、で大体2時間3時間経つと竜兵がかなり酔って、はい、最終的に若手に俺はこれからどうすればいいんだって言うて、最後は、座長の相談で終わるという、そういう感じでしたからね。いやいや、本当に。まあ、君らは、どうや、どういう受け止め方してんのかっていう感じやねんけど、ケイちゃんなんかどういう感じなの？私はもうちっちゃい頃から見てた方ですし、で、まあ、番組でもネットフローの中で見させていただいたりとか、とにかくもうたくさん笑わせてもらったので信じられないっていう、なあ、まあ信じたく、ないっていうのが実感やよな。そうですね、やっぱニュース見てすごいやっぱ涙出ちゃいましたね。あ、なあ、俺がこんだけ受け止められないねんから、他の人は受け止められない感じは、そう、かなり俺受け止める方なんですけど、何があったって、まあ、バックネットのさんまちゃんって言われるぐらい、バックネット どんな球でも受け止められないんだけども、今回はまだちょっと、俺なんかは引きずってますね。トリオで、ね、やっぱり2人も、ね、相方とか。なあ、そういうことも考えずに、まあまあ、とっさ的にやろうと思うねんけども、酒飲んでとっさ的にっていうな、まあ、奥さんもいるし、ね、仲間もいるし、今まで助け合ってきた人のこともポンと忘れてしまったんやろな、あれは。やっぱりこう、すごい、なんかやっぱ考える人やったんやろね。僕ら、まあ、酒飲んだらもうすぐ寝てしまいますからね。お前はな。はい。もう、なんかそういうところがやっぱり全然。だから、要するに悩むとか、ストレスを抱えるとか、そういうのは我がグループ少なすぎるのよね。まあそんなことを、まあ、抱えとってもどえらいことになりますからね。どえらいこと、しょうもないことで悩むなとかね。はい、だからそういうなんか教えの中で結構厳しいスパルタ先生のもとで、精神的にはみんなね、アホですけど鍛えられたっていう部分は本当にありがたいです。いや、本当に精神的には鍛えられるというかね、まあまあ悩んだりするのはね、俺はまあ過信してる人が、悩みを持つっていうのがね、自分自身を、そう、できると思うってできないから、
おいらもうぶっちゃけた話できないと思って思い切って切ってるから、一生懸命ね、ただ人よりも一生懸命、やってるのは伝わってると思うわ。そうなんか高い山登ってまだもっとこう高い山探すという、うん、まあこれ、ね、あの文枝師匠に、2日3日前にお会いしたんですけど、劇場で、まあ、師匠にちょっと呼ばれて、どうしました師匠、あの佐間君偉いなんか劇場探してるって言うて、はい、そうなんですよってラジオでまあお聞きになったと思うんですけど、ああ偉いなあって、うん、もう伝えとってくださいとなんかあれ文章も劇場作るつもりやってんてな。あ、そうなんですか。それでさんまが先にあの発表しよったって、いうことらしいんで、だから俺もあ悪いことしたかなと思ってるんですけど、俺もまだ何にも決まってないし、はい、今探してもらってる、状態なんで劇場をね。あ、そうなんですか。そういうことで、いや、ただまあ見たら、まあ文章もあの清師匠と漫才するって言ってましたから。あ、そうなの。はい、なんかすごいやっぱりこうなんかもう上に行ってもやっぱりいろんなこうチャレンジ、チャレンジな。まあまあ特にあの古い芸人は、はい、あの特にそうやな、なんかチャレンジというのかな、もうなんかやっときたいっていうのも、あると思うわ。俺一番まあすごいなと思ったら加藤茶さんが、はい、昔70過ぎてテレビ大変じゃないですかって聞いたら、さまちゃんこれねボケ防止なんだよって加藤茶さん、あの治療に使ってらっしゃるんですか。そうそうそう、だからね、あのさまちゃんもねこれから年取るけどもそういう風に使ってやった方がいいよってあのそんな選ばずこの仕事、はい、あの仕事とか、そんなことよりも健康が第一だからって、おっしゃってたのがものすごく印象的ですよね。まあでも一番、竜兵と思い出があるのは、はい、もうこれは今でも忘れられへんし俺もう笑い転げてしまったんですけど、はい、六本木の飲み屋で、まあ多分志村さんと飲んでてその帰り道なんでしょう、まだ家に帰りたくなかったのが一人で、はい、遠くから竜兵やと思って見てたら外人の客引きね、はい、あの外国人の客引きの、男の人が、サービスするよって言って竜兵、はい、に個人的にあの説得サービスうちサービス満点とか言って、はい、言うて竜兵が酔いながら、おっぱい揉めるの、おっぱいノーでもサービス満点だからさ、おっぱいは揉めるの、おっぱいノーっていうやり取りをやり取りを後ろでずっと聞いてて、はい、ノー、おっぱいオッケー、おっぱいノー、おっぱいノー、太ももはノー太もも手を置くオッケー、もう、触る奥入るダメOK と後ろから頭思いっきりバーン叩いて何しとんお前は言うて、うわ師匠言うて、お前何を言うてんねんお前はって言ったら、いやいや師匠行きましょう、今から心太ももは触れるらしいです、お前もう行かへんわ、お前もベロベロやから早帰れ言うて、言うたのが、街であった最後、だと思いますね。ただただもういつもいつも、あいつらがね一生懸命頑張ってるのでものすごく残念、なことですけども、こういうふうな結果は受け止められないけど受け止めてあげなきゃ、いけないのかなとか、思いますよ。だからただ、本当に好きな、芸人、後輩でね、好きな芸人の、男が一番嫌いな死に方をしたから、ちょっと腹が立ってるというのは、事実ですよ。